皆さん、おはようございますの方も、こんにちはの方も、こんばんはの方も、はい今日は待ちに待った配合の日、ちょめちょめうさぎです。ドラゴンクエストモンスターズジョーカー2実況プレイ始めていきたいと思います。今日は配合ができます。とうとうね、配合ってね、うるさかったですけど配合できます。その前にちょっと喋りたいんで喋らせてもらいましょうかな。ちょめちょめうさぎさんや、平原でわしを助けてくれてありがとうの。お礼を用意しておいたから下の船室にあるわしの宝箱を調べてくれ。それからモグラのアジトから連れてきた配合マニアのじいさんなら預かり所におるよ。配合なくしてモンスターは強くならん。話を聞いといて損はないと思うぞ。だそうです。今気づきましたけど配合なさんと喋り方被ってますね。あ、すいません、読む忘れてました。自分だけ読んでました。読みましょうか。読みません。どうしましょう。読みましょうか。夢だけじゃなく平原でもセブンスの幽霊を見たとは。勝ちまくれってバトル GP のことか。一体どういうことだ。だそうです。どういうことでしょうね。ちょっとね、 DJ さんのアイテムをパックリに行きましょうかね。パックリに。あれ、ルボロ君どこにいたんでしょうね。よいしょ。ん、年寄りをいたわってくれたお礼じゃ。大事に使ってくれよな。大事に使ってくれよな。じじ、ちょ、DJ さん今見ましたよ。何が入ってたか。見ましたか皆さん。 DJ さんからの贈り物、エッチな本です。エッチな本をもらいました。 DJ さんからありがとうございます。 DJ さん、大切に読ませていただきますとかそういうのは置いといてですね。 DJ さん、なんすかここは笑うとこでしょうね多分。じゃあセーブしました一応。よいしょ。 DJ さん面白すぎですねこれ。ルボロ君どこ行ったんでしょうね。ちょっとね気になりますね。まあルボロ君は置いときましょう。よいしょ。さあ背後行くぞ。こっちゃな。よいしょ。うわー楽しみやな。なんかすんげー楽しみ。よいしょ。あ、いますねヒュードロ君が。よいしょ。ほっほっほ、ちょみちょみうさぎ殿ですな。しばらく居候させてもらいますぞ。さてさて、わしがここにやってきたのも配合を用いあんたのお仲間を強くするため。配合のことがよくわからんでしたらご説明しますが、説明はいりますかな。一応ね、視聴者様のために説明させてもらいましょうか。ほっほっほ、結構結構。それでは説明させていただきますぞ。配合とはモンスターのオスとメスを掛け合わせ、より良いモンスター、より強いモンスターを生む技。ただしその親として選べるのはレベル10を超えたモンスターだけですじゃ。悲しいかな、親は子供が生まれると、ね、いなくなってしまいますが、ごめんなさい。配合さんいつか外国人になって。子供には親のスキルをいくつか受け継がせることができますのじゃ。スキルポイントも両親から半分ずつを受け継ぐことができますぞ。しかも残しておいたスキルも、そのまま半スキルポイントも半分、そのまま半分になるだけじゃ。では、それらを踏まえてお待ちかね。魅惑の配合タイムと参りましょうぞ。わーい。やった。ちょっとね、じゃあ父親はですね、誰にしましょうかね。ギロチンはちょっとまだ嫌ですね俺自分的に。ちょっとね、じゃあドラキチちゃんやってみましょうか。ドラキチちゃん、リップスクシザシスエンド、リップスタマゴロン、リップスタマゴロン、クシザシスエンド。すごいですね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと今から黙って選びますんで、ちょっとすいません、黙ります。ちょっとほんまにすいませんね。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。ほうほう。ほうほう。やっぱゲコか。
ですね、下校ですね、配合に使ったらですね、ちょっとあれですね、いいのができるんですけど、下校を使いたくないんですけどね、ちょっと待ってくださいね。これです、スライムファングが作れるんですよ。で、特性テンションアップ持ってますんで、結構使えるかなって思うんですけど、ちょっと下校はちょっとね、まだ使いたくないんですよね。ちょっと愛着があるっていうかね、あるっていうかですね、ちょっとね、嫌なんですよ。どうしようかな、悩んじゃいますね。なんか今まで大切に育てたやつですし、リロチン、バブルスライム、なるほど。皆さん、決めました。あのですね、ギロチンと、先ほど仲間にしたモグを配合しますと、イバラドラゴンができます。イバラドラゴン。プークプックもできます。イバラドラゴンができます。これは嬉しい。ちょっとね、決めました。あのですね、モグを育てます。モグさん。でですね、一回ちょっとでもやっときたいですよね。錬金じゃないわ。何でしたっけ。まあいいですわ。終わります。ちょっとね、もうちょっとレベルアップしてからの方がいいです。自分的には。モンスターを強くしたいのなら、とにかく配合を繰り返すことですぞ。何度も言うが、配合はレベル10から。配合で鬼にしたいモンスターは冒険に連れ出し戦いの経験を積ませるとよかろうです。じゃあよかろうというわけでございます。怖くはないからず、ですね、配合の目標を決めました。下校ですね、下校とスライム系を配合したらスライムファングができます。で、スライムファング欲しいですね、まず1匹で。モグと誰でしたっけね、ギロチンでイバラドラゴンができますんで、この2匹作りたいと思います。ゲコもう1匹スカウトしようかな。ちょっとじゃあそのためにレベルアップに移りたいと思います。メンバー編成、スライム系どっちにしよっかな。ふわきっさん、メラ、ホイミデイ、守備力アップ、どっちにしようかな。まあ、じゃあスラキッさんをこうやりまして、よいしょ、はい、こうなりました。すいませんね、なんかあれ、自分がなんかずっと選んでただけで、なんか楽しみなかったですね、皆さんに。すいません、ちょっとです。もうちょっと調べたいんですよね。ほら、調べるぐらい自分でやれやーって思いますけど、ちょっと勘弁してください。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。すいません、本当にすいません。あ、リザードキッズもできるのか、なるほど。決めました。私の目標決めました。じゃあ次回、私の目標に向かって走る様をご覧ください。ちょっと本当に今回すみません。なんか自分だけ選んでしまって、なんか申し訳ないです。すみません。次回、今回はまあ次回楽しんでください。次回はちゃんとスカウトをします。ちょっとね、それじゃあ次回また見てください。よろしくお願いします。それじゃあここら辺で切らせていただきます。すみません、本当にありがとうございました。